山下広子は日本の陸上競技選手。女子総幅飛びの元日本記録保持者。高校1年時の1967年より日本陸上競技選手権大会を8連覇。アジア競技大会に2度、オリンピックに1度に出場。福岡県添田町出身。添田町立添田中学校在学中に参加した1965年の 全日本中学生陸上競技会の女子総幅跳びにおいて5メートル43で優勝。翌1966年の全日本中学生陸上競技会では5メートル90と自己の記録を塗り替えて優勝した。1967年、福岡県立水間高等学校1年生の山下は日本陸上競技選手権大会の女子総幅跳びで優勝。以後、 1974年まで8連覇しており、連覇記録は2021年現在も破られていない。高校3年時の1969年6月1日には6メートル2 6の日本記録を出しており、2021年3月時点でも、高校記録の歴代充結に残る記録となっている。1969年9月、 日本陸上競技選手権大会では6ル2 5を記録し優勝。中京大学に進学後、1970年6月7日には、実業団学生対抗陸上競技大会の女子層幅飛びで、自己の記録と並ぶ6ル2 6の日本体記録で優勝。以後、5回にわたり、日本学生記録を塗り替える。1970年12月、アジア大会で、 金メダル。1972年6月11日、実業団学生対抗陸上競技大会で6メートル41を飛び、日本記録更新。これが生涯ベスト記録となった。1972年ミュンヘンオリンピックに出場するが、記録は6メートル14にとどまり、予選で落選。百七十四年の日本陸上競技選手権大会では、 福岡北部指導者クラブ所属として出場8度目の優勝を果たした。1974年9月アジア大会で銅メダル。当時は福岡県立音楽音芸高等学校教諭。ありがとうございます。